スタート、皆さん、こんにちは。佐藤真琴です。今日は5月31日の、土曜日です。今日は花火大会の日です。今日実は ある方のご厚意によりまして、川沿いに高い建物を建ってますけど、そこ のベランダから、ちょっと花火を見学させてもらえるということなんで、やってきました。で、本当に今日ちょっといい機会なんで、常々こう私が言ってる主張をちょっと現場一緒に見ながら、見てもらいたいんですけど、見てください。僕言ってますよね、いつかこの黒川が溢れた時に、この町中が水浸しになっちゃったらこう大変なんじゃないかって。ですからこれ思い切って川をガバッと広げてしまえばいいと思うんですよ。もしくはこの河川敷の公園を最初からそういう時は水が溢れるっていう前提の公園に整備をし直したらどうかと思います。溢れる前提っていうのは、溢れた時にまた何千万円ってかけて整備をしてまた溢れちゃいましたっていうのを、そろそろこれはやめようと思うんですよ。これ僕40年鹿沼市に生きてきて、多くの人がいつも言ってます。溢れるたんびになんか直してもったいないって。だからこれガバッと確かに広げてしまうと、ああいうこのスペースが確かに使えなくなってしまうのはちょっともったいないと思うんですよ。ですから溢れても本当に流木とかね、ゴミだけ撤去すればいいような、そういう風な整備っていうのは僕はできると思うんです。で、そうすればそういう整備の一環で多少この辺をちょっと上手に整備をすれば、向こうに見えます、図書館の手前に芝生広場ありますよね。あそこちょうど花火が打ち上げ場所の関係で見づらいっていうんですけど、あそこからもきちんと見れるようにとかは僕はできると思うんですよ。で、これある詳しい方から聞いたんですけど、結局ここ川幅が狭いっていうことは水の流れる速度は速くなるんです。そうするといざっていう時に洪水になった時に砂利とか流木っていうのは全部下流の方に溜まっちゃうそうなんです。ここはガバーッと通り抜けていくと、そうすると向こうがどんどん水川幅がど堆積をどんどんして、わちょうど花火が上がりました、堆積していって、向こうの上殿の方のね、田んぼとか清掃事務所の方が結局洪水のねリスクが高まってしまうっていう懸念があるって聞きました。で、ね、今市役所建て替えでいろいろ議論されてますけど、場合によってはね、こういうそういう溢れるリスクとか堤防の整備っていうのをきちんとケアをすれば、向こうに市役所建てるっていうのも私はそんなに反対をするものではありません。むしろ、見てください、あそこの図書館、あそこと情報センターを僕は市役所にしてしまって、ここはここはみんなが集まれるような公園にしたり、で、ここ法律関係よく分かんないんですけど、ここでいろいろねバーベキューをやったりなんだりとか、そういうのできるようにしても僕はいいと思います。せっかくこのね町の中にこういう川が流れてるっていうのは、なかなかこれはいい環境なんだと思います。それをきちんと生かしていきたいなと思います。その市役所建て替えに関連して、私は単に今宮町に5階建てのビルをガバッと建てましたっていうよりは、もっとこれを機会にいろいろこれからの50年100年を考えた鹿沼市の攻めの投資や整備っていうものを、皆さんと一緒に考えたり提案をしていきたいと思いますので、今日はまずは花火の方楽しんでいきたいと思いますので、皆さんもぜひ、ご自身でどうしたらもっとこの鹿沼市が良くなるかとか、せっかくお金をみんなの税金で使うならば何をすべきなのか、ぜひ考えて、ください。一緒にこれからも考えていきましょう。では花火大会まもなく始まるそうです。どうか楽しんでください。さよなら。